ちは、シワタイムプラスワンの時間です。この番組は滋賀県政に関するニュースや情報を手話でお届けする番組です。今日は万場由美がお伝えします。今回はトピックスとして5本をお送りします。来月行われる五穀三大祭りの一つ、大津祭りの曳山巡行の順番を決めるくじ取り式が大津市の天孫神社で行われました。くじ取り式は13基の曳山のうち毎年曳山巡行で先頭を行く順番を決める儀式です。くじ取り式では曳山の責任者がそれぞれ神前に向かい順番にくじを引いていきました。そしてくじ取りの結果、今年の一番くじは玉屋町の湯立山と決まりました。今年の大津祭りは10月11日に宵宮が、12日には曳山巡行が行われます。17日、9月定例県議会が開会しました。三日月知事にとっては初の補正予算案の提出です。7月に就任した三日月知事にとって今回が初の補正予算案提出となりました。提出されたのは一般会計の総額23億6100万円の補正予算案など28議案です。この中には先月の台風11号や豪雨被害による復興に8億3480万円、2021年に開かれる関西ワールドマスターズゲームズに参加するための費用に1250万円が計上されています。また、相談件数が増加している児童虐待問題に対応するため、現在県内2カ所にある子ども家庭相談センターをさらに1つ増やすための設計費用として339万円などが盛り込まれています。17日、滋賀を含む愛知や岐阜などの中部地区の小学校の児童たちが学校花壇のデザインや美しさを競うフラワーブラボーコンクールの審査が行われました。この取り組みは学校を花でいっぱいにして児童たちに心豊かに育ってもらおうと25年前から行っているものです。このうち守山市の川西小学校では園芸部の児童およそ30人が出席して審査員に自慢の花壇をアピールしていました。21日、秋の全国交通安全運動が始まりました。このうち大津市の国道161号では軽トラックによる啓発パレードが行われました。大津北警察署が行ったもので、5台の軽トラックの2台には文字が書かれた看板が掲げられ、5台合わせると秋の全国交通安全運動となります。パレードの車列は大津市内の国道161号を走行したほか、主要交差点では地域住民らがのぼりやプラカードを掲げて走行中のドライバーに安全運転を呼びかけていました。秋の全国交通安全運動は今月30日まで行われます。21日、大規模地震が発生したとの想定で大津市で総合防災訓練が行われました。この訓練は県が毎年この時期に行っているもので、今回は157の機関からおよそ4100人が参加しました。訓練は午前7時に
琵琶湖西岸断層帯を震源とする大規模地震が発生した想定で行われました。3月に県が発表した琵琶湖西岸断層帯地震の被害想定では、最大で 23,221 人が死傷すると試算されていることから、日頃からの備えがますます重要になってきています。続いて滋賀県立聴覚障害者センターからのお知らせです。第16回聴覚障害者の社会的自立を考えるセミナーに参加してみませんか。このセミナーは聴覚障害者の暮らしや福祉に関する話題の中からテーマを決めて、聴覚障害者や支援者、ボランティアなどが集まり、みんなで考えることを目的に毎年開催しているものです。今年のテーマは、社会のバリアをぶち壊そう。昨今、障害者権利条約をはじめ、聴覚障害者に関わる社会情勢が大きく変化していますが、セミナーではその現状と、県内の各聴覚障害者関連団体が抱えている課題をパネルディスカッションで考えます。日時は10月19日日曜日、昼1時から夕方4時30分まで。会場は草津市立サンサンホール。参加費は無料です。お問い合わせはご覧のところまで。次に、聞こえないまたは聞こえにくい子どもたちの子育てで悩んだり不安に思っていませんか。このような方を対象にしたのびのびサロンを開催します。このサロンでは学習会として、聞こえないまたは聞こえにくい子どもを育てた方の体験談や、聴覚障害当事者の方からご自身が受けた教育についての体験談を聞くことができます。保護者同士の交流の場としてサバ会も設けます。日時は10月12日日曜日、昼1時30分から夕方4時30分まで。場所は滋賀県立聴覚障害者センターです。今回は親子でのコミュニケーションについてワークショップを行います。お問い合わせはご覧のところまで。いかがでしたでしょうか。それでは次回10月11日土曜日、昼12時20分にお会いしましょう。